の流れを教えてください。はい、うちの仕事は、まずお客さんがくれた図面を見て、それに合った材料を買い、ドリルで穴を開けたり削ったりして、こういう品物をします。まず図面をもらった時点で、キャドキャムでプログラムを作ります。まず絵を描いて、どういう加工をするかっていうのを設定して、CADCAMでプログラムを作ったら、ここで設定した工具をマシニングの方に入れて、プログラムを入れて、そしてダイヤをセットして、これは毎回一回一回入力しないとダメなのですか？はい、そのもらった図面によって毎回キャドキャムで作ってプログラム入れて加工するって感じですね。はい、仕事をしているときに大切にしていることを教えてください。はい、大切にしていることは、まずお客さんに、喜んでもらえる品物を作ることですね。綺麗に出来上がったり、寸法がきちんと出ている品物を作ることと、あとは、経営理念にも持っているようにチャレンジすることですね。どのような人と一緒に働きたいと思いますか？そうですね、やる気があればどんな方でも、この仕事を楽しいって思ってくれる方なら大歓迎です。